7月2日木曜日、1日の取引を終えました。日経平均株価は結局プラスで引けました。昨日に比べて24円と23銭高い 22,145 円96銭でした。トピックスもプラスですね。 4.15 ポイント高の 1542.76 でした。ただ東証一部は値下がり銘柄数の方が多くなりました。倍近くになりました。東証一部全体の 61% に当たる1343銘柄が下落しました。上昇したのは全体の3割753ですから、値下がりが値上がりのおよそ2倍といった格好になります。新興市場マザーズ指数が 49.5 ポイント 4.9% と 5% 近い大幅安でした。日経ジャスダック平均株価も、この指数にしては大幅安ですね。46円と55銭安 1.3% の下落でした。東証一部がこじっかりというか、強含み、そして新興市場マイナスというのが今日の4指数午後の動きでした。日経平均株価冷やしチャートです。とは言っても日経平均はほとんど昨日のレンジから動いていません。結局昨日のレンジを脱しきれずに、上の方にも下の方にも昨日のレンジを抜ききれずに終えています。今日の夜ですね、アメリカの雇用統計を控えているということで、なかなか売り方買い方とも大きくは動けなかったようです。日経平均は1日を通じて膠着感の強い展開でした。結局終値では24円と、わずかながらプラスといった格好で引けています。こうした中でコロナ第2波が、現実的に米国では1日4万人以上が新規感染と言われていますし、東京でも1日の感染者がついに100人を超えたと、2ヶ月ぶりの100人超えというニュースが今日伝わってきています。こうしたことを受けていろいろな銘柄に思惑的な売買が交錯しています。まずは、プラスに効いている方ですね。例えば2484出前館になります。出前館は、いわゆる出前をやっているような店の総合サイトなどを作っている、出前関連のサービスをしている会社でありますけども、コロナによる巣ごもり需要といったところで急速に株価を上げてきました。その後非常事態宣言解除といったところで持ち合いが続いていたんですが、結局宣言解除後じわじわと首都圏を中心に感染者増えつつあるということで、再び足元では上値を試しに行くような格好となっています。今日もこれまでの推しから一点上を目指すような動きとなっていまして、今日は65円高 4.3% の上昇になりました。東京で100人を超えていたということで、再び何かロックダウン的な外出自粛的なアナウンスがあるのではないかと、そうしたものを先回りするような動きとなっていました。一方で感染第2波が深刻なのが米国であります。例えばその絡みでは6762 TDK ですね。アメリカでアップルストアが再び店舗を休業と再閉鎖に追い込まれるという事態が相次いでいるというニュースがこのところ聞こえてきています。今日も新たに30件ですかね、そうしたアップルストアの閉鎖というような話が出ていました。これを受けていわゆるアップル関連銘柄、電子部品関連銘柄弱い動きでした。TDK については国内証券会社のレーティングなども出ていまして、このあたりも何かネガティブに取られる要素があったのかもしれません。 TDK は今日は230円安 2.1% の下落でした。コロナ第2波、特に米国日本での第2波をめぐって個別銘柄レベルでは引きこもごもプラス、それからマイナスといった動きでありましたが、東証一部指数全体としては雇用統計を控えて双方動けず、売り買いとも動けずといった1日でした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。